牛窓天神山古墳は、岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓にある古墳。形状は、前方公園墳。瀬戸内市指定史跡に指定されている。古墳の所在する丘陵牛窓オリーブ園から望む。画像右端の黒島に、黒島1号墳が所在する。黒島の左は前島、左右左は、小戸島で。 牛窓天神山古墳の丘陵と前島との間に、東湖との瀬戸が流れる。岡山県南東部、牛窓湾東端の丘陵の山頂を根城に、築造された古墳である。牛窓湾では、本古墳のほか二塚山古墳、か歩山古墳、波歌山古墳、黒島一号墳の前方公園墳五基が湾を取り囲むように映像されたことが知られる。現在では、古墳南側に、 牛窓天神社が鎮座する。これまでに発掘調査は実施されていない。墳形は前方部が未発達で低平な前方後円形で前方部を南方に向ける。墳球は後円部で二段築成、前方部で一段築成とみられる。墳球表面では不規意埴輪が認められている。主体部の埋葬施設は明らかでないが、縦穴式石室であったと推定され。 公園部噴町において、板状は李氏が露出する。出土遺物は明らかでない。この牛窓天神山古墳は、墳系、出土波により、古墳時代の4世紀中央後半頃の築造と、推定される。牛窓庵の前方公園墳5基のうちでは、最初の築造に位置付けられ、他の前方公園墳4基と共に、当時の牛窓庵の公園としての政治的、 重要性を示す古墳になる。特に本古墳岩下の前島との間の海は、東古との瀬戸、牛窓瀬戸と称される航路であるため、牛窓最古の前方公園墳としての築造背景が示唆される。古墳域は、瀬戸内市指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。墳丘長80メートル台という規模は、吉井川東岸南部地域では最高市町村に、 位置付けられる。また、縦穴式石室の石材と推定される公園部分庁の板城割石は、香川県の八島産とされ、市宮天神山古墳と共通する。ただし浦間茶臼山古墳、網浜茶臼山古墳など機々の主な前期古墳は、香川県の豊島産の石材を使用しており、それら産室地の相違が注意される。ありがとうございます。